みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。またお前たちか。なぜここにいる？俺たちが代わりに戦う！地球人の学習能力は想像以上に低いな。二度も敗れたのになぜわからないのだ。我々には勝てないと。宇宙人の想像力も大したことないね。私たちがパワーアップしたとは思わないの？ほん。いいだろう。地球にはこんな言葉がある。二度あることは、三度あると。テレビ中継も行われる注目のライモンイレブン対エイリア学園ジェミニストーム、まさに世紀の決戦が始まろうとしています。私たちの学校壊されちゃうの？大丈夫だよ、白蓮中は僕が守る。ふぶき頑張ろうぜ。エターナルブリザードで奴らをバシバシ吹っ飛ばしてほしいでやんす。うん、宇宙人なんかに負けないよ。ふぶき君、あなたセンターバックに入って、ディフェンスに専念するのよ。絶対に前線へ上がらないで。エターナルブリザードは封印してもらいます。はい。なぜです？吹雪のスピードを生かした攻撃、それが奴らへの対抗策でしょう。意見は聞いてないわ。なんだよあの監督、やっぱりわけわかんないよ。監督の作戦に従おう。エンド、この試合は白蓮中を守るためだけじゃない、全人類の命運がかかった大事な一戦よ。ああ、監督もそれを承知の上で吹雪をディフェンダーに起用したはずだ。勝つために。そうさ、あとは俺たちが結果を出すだけだ。俺のシュートで勝利を決めてやる。僕も白蓮中とみんなを守るために全力で戦うよ。よーし、絶対に奴らに勝ってハンダたちに勝利の報告を届けるんだ。はいっす。はい。やるぞ、今度こそエイリア学園の侵略を終わらせるんだ。さあ、両チームとも気合は十分。天は人類に味方するのか、それとも見放すのか。運命の一戦、間もなくキックオフ。
本気で我々に勝てると思っているならば、愚かとしか言いようがない。なんだと？言わせておけ。俺たちのサッカーで黙らせればいい。頑張れ、ふぶきくん！オイルたちの学校を守ってよ！頼むぞ！宇宙人をぶっ飛ばせ！さあ、風になろう。みんな、ファイトだ！行くぞ！さて、少しは楽しませてくれるのかな。見せてやるぜ、パワーアップした俺たちを。おっ、染岡が冷静をかわした。どうだ。その程度か。すぐさまジェミニストームが二人がかり。最初から激しいボールの奪い合いだ。ディアムが加速した。ものすごいスピードだ。いや、見えるぞ。こっちだ。ナイスカット。ダモン、少しはできるようになったようだな。これは読んでいたのか。よし、風に慣れたね。宇宙人と互角に戦えてます。すごい。このスピードだ。風を感じる。行け、サムカ！ダイモン、速攻でゴールに迫る。これは決定的だ。ドラゴンクラッシュ！クソ！キーパー止めた！先してならず！くそ！惜しいぞ！その調子でどんどん行け！もっと、スピードがなきゃダメだ。右だ！うん！アイスグランド！吹雪が阻止した！なんという速さだ！あのスピードには誰だってかなわないだ。やっぱりすごい。吹雪さんのスピードがなければ阻止できなかったっす。彼をディフェンダーにしたのはこのためだったんですね。すごいぞ、吹雪のハイスピードディフェンス。ジェミニストームにシュートを打たせない。さあ、スコアは未だに0対0。この膠着状態を打破するのはどっちだ。我々のスピードに慣れてきたか。最低限の学習能力は持っていたようだな。だが、ここまでだ。なんだ、このパターンは。おっと、この位置からシュートを打つつもりか。だろう、人間は我々に勝てるはずがないのだ。確かにすごい技だ。
だけど稲妻よし行くぞ。ちくしょう、あのシュート止められなかった。悔しいっす。でもあの二重のディフェンスと魔神ザハンドなら防げるはずだ。三重なら鬼に金棒だろ。吹雪くん、シュートは解禁よ。後半はフォワードに上がって、え、点を取りに行くわ。でもディフェンスはどうするでやんす。心配するな、みんな奴らの動きに対応できている。俺ももう大丈夫です。分かったよね。ええ。どういうこと、お兄ちゃん。俺たちはスピードに対抗する特訓をしたが、実際に奴らのスピードになれるには時間がかかる。だから前半は守備の人数を増やしたんだ。なるほど、失点のリスクを減らして。奴らのスピードを把握するためか。それじゃあ吹雪くんをディフェンスに専念させたのは、中盤が突破されたらあのスピードでなければ防げないからでやんすね。最初から説明してくれればいいのに。でも自分たちで答えを見つける方が絶対に力になるわ。そうさ、答えを知りたければ汗をかけばいいんだ。吹雪、どんどんゴールを狙っていけ。うん、やってみるよ。さあ後半開始だ。奴らは我々の動きに適応し始めています。油断はできません。人間め、我々に抵抗しても無意味だと教えてやる。みんな行け、ゴールを奪うんだ。アイスグランド、早いぞ吹雪、グランドを吹き抜ける雪風のようだ。俺の出番だ。
よっしゃやったついにエイリア学園からゴールを奪ったぜ決まった染岡の新たな必殺シュートだライモイレブン同点ゴールよーしやったぞ染岡どうだ決めてやったぜあの技はドラゴンクラッシュの進化版ワイバーンクラッシュと呼ぶべきでしょうまだ勝ったわけじゃねえだろ決勝点は俺が決めてやるさあ白熱の試合もいよいよロスタイムに突入果たして勝利はどちらに我々が失点こんなことが我々エイリア学園がただの人間に敗れることなどありえないあってはならないのだマリディアムディフェンス来るぞああユニバースブラストそしてサッカーを破壊の道具にされた怒り今ここで終わらせる何エンドを止めたやった行くぞ反撃ライモンのカウンター攻撃だそれをか再びあのシュートを打つのかこの試合絶対に勝つには止めろシュートを打たせるの吹雪行け吹雪そよかああやれろエターナルブリザードゴールすさまじい威力エターナルブリザードライモンイレブン逆転アシスト。やった。やったぞ！試合終了！ライモンイレブンがエリア学園ジェミーストームを打ち破った！もうサッカーによる破壊は起こらない！これで地球は救われた！我々がただの人間ごときに地球にはこんな言葉があるわ三度目の正直学校を守ってくれたねうんみんなとの約束だからねありがとう吹雪くんパパやったよ宇宙人をやっつけた、うん、ハンバマックスみんな、俺たち、勝ったぜ監督俺たち、勝ちましたありがとうございますおめでとうお前たちは知らないのだ本当のエイリア学園の恐ろしさ我々はセカンドランクに過ぎない我々の力などイプシロンに比べれば
無様だぞ、レーゼ。なんだ？デザーム様！覚悟はできている。お前たちを追放する。デザーム様。我らはエイリア学園ファーストランクチームイプシロン。地球の民たちはやがてエイリア学園の真の力を知るだろう。イプシロン、宇宙人との戦いはまだ終わってないんだ。あのお方が動き始めたか。面白くなってきた。答えを知りたければ汗をかけ。以上。